竹中牛乳あ飲むあごつくんあ飲む牛乳耳たぶペロ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 耳たぶみなさんこんばんは。今日から始まった竹中直人の不思議な夜です。ラジオ番組っていうと以前この TBS で深夜放送やってましたね。それが終わったのが去年の10月。それから6ヶ月でラジオに復帰するとは思っても思う。久しぶりなもんだからろれつが回らなくって参っちゃったな。それからね、6ヶ月でラジオに復帰するとは思っていなかったってことを伝えたかったんですよ。ごめんご。しかし春4月ということで本当いい季節ですね。一日一日あったかくなって桜はパーッと花を開き、恋する人が街にあふれ、いいなぁ4月は。あれ、おかしいな。この番組もうずっとやってるような気がするんだけどな。まだ4月だったってかな。そうだ、最近どうも変なことが起きるんだよな。その不思議な現象が発生したのは、確か俺がその石を拾った日からのような気がする。その石というのは妙な形をした真っ黒な石で、六本木のウェーブのエレベーターに乗ろうとしたら、そのエレベーターの中にちょこんと置いてあったんだ。そんなところにこんな石があるのは変だなとは思ったが、手にすると手の中でぬくもりみたいなものを感じた。持っていると気持ちが落ち着くような気がした。しかし妙なことが起き始めたのはその石を拾った時からなんだ。それではここでみんなからのお便りを紹介します。このお便りは岩手県の恋する受験生さんからいただきました。竹中さんこんばんは。いつもラジオを聞きながら勉強している受験生です。毎日学校と家との往復、こんな生活嫌になっちゃいますよね。早く大学に入ってバラ色の人生を送りたいと思ってます。ということで恋する受験生さんのリクエストで南沙織さんの17歳、どうぞお聴きください。誰もいない海、二人の愛を確かめたくて、あなたの腕を変だな。俺こんなラジオ番組やってたっけ。まるで15年前のディスクジョッキーじゃない。息もできないくらい早く強く構えに来て。じゃあ竹原さん、そろそろ本番行きますんでスタジオの方によろしく。はい。来ました竹中直人のなんじゃもんじゃ大放送。みんな元気にやってる？そう、すらよかった。じゃあ今日も行ってみよう。どうしたんですか宇賀さん、急に止まれっつってもね、道の真ん中ですよ。他の車にぶつかっちゃいますよ。いや、すいません、そのラジオ番組にもう少しよく聞きたかったもんで。変な人だね。本当に妙だ。俺があんなラジオ番組やってたんだろうかな。じゃあ竹中さん、本番行きますんでよろしくお願いします。はい。さて皆さん、10月から全く新しくなった竹中直人の不思議な夜です。今まで聞いてた方も、そしてこれから聞く方も全く新しい番組のつもりで聞いてください。何ですか？何ですかって、あんた誰？勝手に人のスタジオ入ってきていいと思ってんのかよ。スタジオ？変なこと言う人だね。静かに飯食ってよ。え？言われて気がつくと、俺は大学の食堂にいた。
その時ようやく気がついたのだが、俺の髪は伸び、まるで数年前の学生の頃に戻っていた。ふと思い出してポケットの中に手をやると、ポケットの中でその感触があった。あの不思議な形をした黒い石だ。しかしこの番組オンエアされてるんだろうか。一体俺の体は今どこにいるんだろう。それから今日は何月何日だっけな。すいません、新聞ありますか。あ、これいいですか。ありがとう。昭和43年9月20日。やっぱりいいんだよな。そんなに笑っちゃダメ。